ヒーローかダークヒーローかって言ったら、多分ダークヒーローに憧れてるんかなっていう気はするんですよね、自分でも。ロックバンドって僕はそうあるべきなのかなともちょっと思うんですよ。反骨精神で始めたものなんで。このバンドの名は好きっぱらに酒。みかんやめて。おはようございます。取られてる。スロイドのとこ悪いけど。おはよう。おはようございます。はい。あ、はい。大阪からやってきた。ありがとうございます。ボーカル田中が17歳で結成。今年で10周年を迎え。ボーカル専門。そうですね。なんかあると歌えないっていうか。技術的に例えば歌えたとしても入んないですよね。なんか持ってるとなんていうんだろう、一個別の伝わり方するっていうか、これ何も持ってなかったらそのままでじゃないですか。でもなんか持ってたらなんかここに一回伝わってからこういく感じな気がして。でも持ってたら2倍出るかもよ。あーそうっすね。でも僕じゃないんでこれは。あそうね、うん、持ち物だもんね。持ち物だから覚えやすいが変なバンド名だ。みんな酒は飲むの？大好きです、ね、全員大好きなの？大好きです。もうスタジオがちょっと早めの夕方とかに終わったもんなら必ず飲んで行ってます。何やねん居酒屋っすね。あの好きっぱな酒って言ってるんですけど、みんな食いながら飲むの大好きです。ええ感じのアテを食いながら。僕はあの、生きるだって。はい。関西でさ、生きてるって言うじゃん。はい。あるとかかってる。あるとかかってますよ、一応。調子乗ってることを褒めるとして使う場合もあるし、その単純にあいつただ調子乗っててダメだなっていう意味でも使われるんですけど。バンド内で一番生きてるやつって誰？あいつでしょ。あいつでしょ。主に用いられるのは喧嘩を吹っかける時の第一声ですね。お前何生きとんねんっていう、うん、どっから喧嘩しそうな顔してるよね。ああ、僕っすか。スキッパラの田中ってちょっと怖えなって言われるとちょっと嬉しい。ああ、ちょっと嬉しいですね。怖いなって言われたらもっともっと行くかも。生きるんだ。立ち悪い。そのサウンドは一言で言うとかっこいい。基本的にはファンキーナンバーを得意バンドなわけ。そうですね、基本的にはやっぱり結構なんというか彼のカッティングがメインというグルーヴで。グルーヴでは。ああいうギターってどこで覚えるの？あれはラップとかマイケル・ジャクソンの歌のリズムの取り方を真似してギターで。今日のために持ってきてもらった。これが噂のやつ、ブツです。5歳の時から弾いている。一応フランスに留学しまして、アコーディオンの勉強をして、でそこでのショーで、あコンクールでショーを取ったりしました。猪俣の実家はちんどん屋さん。バンドとは別に全国を回っている。未来定番曲のねオープニングテーマをね、はい、ちょっとピッて弾いてみて。え、作るってことですか？今ピッて考えて。僕ごめんなさい、アドリブめっちゃ弱いんで、それ NG でいいです。NG なの？何かしらいけんだろ。何かしらいけましょうか。タイトルは？タイトルは、未来のテーマ。
どうでしょう。短い。みんなでテーマ作り。未来で番曲テレ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 テン。未来定番曲こんなんでどうですか。おいいじゃん。いいですね。負けてるよ。全然負けてるよ。全然負けてるよ。俺の方が音楽的やから。コークの市場で買いましたね。あの一目惚れ。そうっすね。なんかノンペットなんかな。動きがそうだな。カンフっぽい。カンフっぽい。いいでしょ。なんかエッチくせえな。エッチじゃないんですけどね。だって乳首見えてんだから。見えてませんよ。見えてません、見えてません。まあお気に入りでもあるし、もうこれ込みで僕みたいな感じです。バンド名だけじゃなく、メンバー全員が一癖も二癖も三癖もあるバンド。スキッパラに酒。潰れるやつら尻目に入れてきシャンペン。シャンペン。ディガシャンペン。ディガスケのバンダダ。ディガスケシャンペン。シュ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 。ディガスケシャンペン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 。やっちまいな。じゃあ聞いてください。生きるについて。これはちょっとあのもういける。シャンパンをおごる権利を与えてもいいんじゃないですか。そうですね。あのここの会場の皆さんにシャンパンをおごる権利を与えましょう。おごれ。珍しいなこんなな。明日30分だぞ俺。確かに。準備完了でございます。オーケーです。じゃあ生きるについてやってやれるよ。邪魔しないでくれ。ただ生きているだけが難しい。我が生活の花枯らさないように水をくれ。希望という面接合格せつい口に出して言う面倒くせ。諦める言葉逃げ道じゃなくて異常な選択と言い聞かせる。作業的はもういや感情的君思いやる。それだけできたら褒めてくれたって別にいいだろう。心開く伝える受け取るロマンの